菩提寺の遺二2021年3月25日撮影。菩提寺の遺町は、岡山県勝田郡奈義町高窓にある国の天然記念物に指定された遺町の巨樹である。奈義町のホームページや岡山県公式観光ウェブでの表記は、菩提寺の大遺町であるが、文化庁による指定名称は、菩提寺の遺町である。日本全国に20件ある国の天然記念物に、 指定された胃腸の一つであり、1928年1月18日に国の天然記念物に指定された。推定樹齢は約900年と言われており、浄土宗海祖の法然商人によって指摘されたものとの伝承が残されている。菩提寺の胃腸を岡山市菩提寺の胃腸の一菩提寺の胃腸前景。2021年3月25日撮影。菩提寺の胃蝶は、 岡山県北東部の勝田郡奈義町高窓浅、杉潟湾にある浄土修高期、山保大寺の境内東隅に生育している。この場所は、岡山県と鳥取県県境にそびえる氷の山跡山奈義山国定公園の名山、奈義山南南東斜面山腹の標高約600メートル、三正坂地方中心都市の津山市から北東に27キロほどのところに位置している。 胃腸の樹高は42.5メートル、目通り間位11メートル、根回りは11.8メートル、枝張りは東西方向へ31.95メートル、南北方向へ35.2メートル、推定樹齢は900年と言われ、岡山県下で最大の胃腸の巨木である。胃腸は私有一種であるが、菩提寺の胃腸は小木で、 地上約3メートルの高さから何十本もの染み木に分かれ林立し、さらに多数の横絵が大きく張り出しており、得意な外形と相まって木全体が一つの林を思わせるほど大きい。主観からは多数の父柱が垂れ下がっており、北側から出ている最大のものは長さ2.38メートル、太さ1.72メートルに達している。この地方では、 胃朝の父柱を蓮義と呼んでいるが、これはスリコキの方言名である。菩大寺は、浄土宗の海祖法年が9歳から13歳まで修行した寺院と伝えられており、浄土宗では諸学の地と呼ばれる古札である。言い伝えによれば法年が聖始丸と呼ばれていた9歳の時、法年の母親、畑志君の弟にあたる漢学商人が住職を、 勤める菩提寺へ出家することとなり、幼かった法然は聖火である、久米南町から、奈山中腹にある、菩提寺まで歩いて移動した際、麓にある阿弥陀堂の胃腸の枝を折って、杖にして登り、到着した菩提寺の境内に、学なればにつけようと刺した杖が、この大きな胃腸に成長したという。この伝承を裏付けるものとして、菩提寺より南南東へ1.8キロほど麓の、 小坂地区にある阿弥陀堂に生育する阿弥陀堂の胃腸と菩提寺の胃腸の DNA 型鑑定を2013年に行った結果、両機には生物学的なつながりがあることが証明された。また、菩提寺の胃腸の背後のノリ面にある胃腸の木は200数十年前の大雪により菩提寺の胃腸の枝が折れて地面に刺さり育ったものと言われていたが、 こちらも領事の DNA が鑑定により一致していることが判明している。1955年に根元の空洞に住み着いていた本土点を追い出すため、つけた火が幹に燃え移ったり、1989年には台風の被害を被るなどしたが、若枝もよく生育しており樹勢は旺盛である。AB ボダイ寺の胃腸文化庁、ウェブサイト、2021年4月1日閲覧。 ABCDE 菩提寺の大長なぎ長、ホームページ2021年4月2日閲覧。ABCD 渡辺、P300。ABCD 本田正嗣ピアニッシ三34から35。a b 岡山県の歴史散歩編集委員会、P306。ABCD 中一、P481、P483。三宅一起。 ピアニッシモ4から5三宅一揆。ピアニッシモ124から125。ハット ABC 母大臣の胃長岡山県庁2021年4月3日。閲覧岡山県緑化推進委員会。P1。三宅一揆。P7 岡山県緑化推進委員会。P5。阿弥陀堂の胃長岡山県庁2021年4月3日。閲覧。 AB 母大事公益社団法人岡山県観光、連盟2021年4月2日閲覧。ありがとうございます。